会津鉄道 AT-350 系機動車は、2009年に一両が製造された会津鉄道の観光用機動車である。日本初の自走式トロッコ車両である AT-300 型を置き換え、通常は、会津鉄道会津田島駅、JR 東日本万越再線、会津若松駅間で運用される。万越再生北方駅や野岸鉄道を経由して、 東武鉄道絹川線絹川温泉駅まで乗り入れることもある。合津鉄道では JR 東日本から購入したキハ30系機動車を改造した AT-300 系自走式トロッコ車両を1999年に導入し、お座敷機動車、展望機動車と編成を組んで運用してきたが、改造元である。 式ハ3018は1964年製で製造から45年が経過、老朽化が進行したため、新生車両で置き換えることになった。二代目となる自走式トロッコ車両は2009年12月に新潟トランシスで製造されたが、同時期に製造された a t 6 0 0系、6 5 0系、a t 7 0 0系、AT-750 型が カミンズ製エンジン搭載、電気指令式ブレーキを採用した一方、AT-350 型は、新潟原動機製エンジンを搭載、AT-103、AT-401 と連結して運用されるため、DA-1A 自動空気ブレーキを採用している。会津若松駅会津立馬間の運用が基本だが、2012年3月からは、野岸鉄道を経由して、 東武鉄道絹川線絹川温泉駅まで乗り入れている AT-350 系の車内乗務員室は左隅式正面に貫通扉が設けられた単独での運行がないため変運転台となったが後くらい側の運転台に相当する部分は車内販売用のスペースとされた客用扉は幅リメートルのものが運転室直後に1箇所 反対側の小窓1枚を挟んだ車端にもう1箇所、乗務員扉は運転席側にのみ設けられたが、運転台のない側の車端にも連結面向かって左側に乗務員扉が設けられている。扉間には2連の物二2組、3連の物二2組の取り外し式の窓が設けられたが、飛ぶクロブに窓はない。トイレは設置されていない。 車体外部は連結して運転される AT-401 と連続性を持たせたと相当された。車内はテーブル付け4人がかりボックスシート13組が設けられ、運転台がない側には線路方向を向いた2人掛けの座席1組も設けられた。扉付近には2人がかりロングシートが3脚設けられ、運転台直後の正面向かって、右側には車椅子スペースがある。 座席の背もたれには沿線に生息する動物のイラストが描かれ、天井には足の木温泉駅の名誉駅長だった猫、バスのイラストが足跡とともに蓄光シートで貼られている。車内には郵便ポストが置かれ、ここに投函された郵便物にはバスがあしらわれた特製の化身が押される。エンジンは新潟原動機制直列横形6気筒。 DM k 13Hz ディーゼルエンジンを一気搭載、動力は、多君 -22 から1628液体、変速機を介して台車に伝達される。前くらい、速台車は、同台車 NF01JD、後くらい側は、受台車 NF01JD で、いずれもボルスタレス空気バネ式である。制動装置は、AT-103、AT-401 との並結運転のため、 DA1A 自動空気ブレーキとなった。保安装置として a t s s n を装備していたが、絹川温泉駅までの乗り入れに備え、2012年3月に東武鉄道用列車無線、東武用 ATS が搭載されている。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。下記は窓を取り外して運転されるため、冷房装置は搭載されていない。 小座路展望列車 AT-301 に代わって、2010年2月6日から、合津若松駅合津田島駅間の小座路展望列車、合津ロマン号として運用を開始した。4月下旬から11月上旬の土休日は1日3本が、2月の土休日は1日2本が運転されるほか、貸切列車などで運転されることもある。 臨時列車として北方駅まで乗り入れることがあるほか、2012年3月25日からは八岸鉄道経由で絹川温泉駅まで運転区間が拡大された。ありがとうございます。